ドミー若松店と商店舗の入居する旨。2011年11月撮影。レスパ壁面。レスパは愛知県岡崎市若松町あざ横手八丁目一番地に所在するカテゴリーキラーと呼ばれる大型専門店を集めたパワーセンター形式のショッピングセンターである。正式名称はショッピングモールレスパ。レスパは1996年11月15日に 開業したカテゴリーキラーと呼ばれる大型専門店を集めたパワーセンター形式のショッピングセンターで三河地区を中心にスーパーマーケット事業を展開するドミーグループが開発して運営している。岡崎市南部の南公園のすぐ南側にあった広大な雑木林地帯及びぬ町を埋め立てして建設された。 多くのパワーセンター形式のショッピングセンターと同様に同一の敷地内に店舗ごとに別々の建物が配置されて駐車場を共有する形式となっていて通路が建物内にあるクローズドモールのように屋内で店舗同士がつながっているわけではないため縦に移動するには一度屋外に出る必要がある構造となっている。なお、岡崎市役所のホームページではデスパの別称として 触れ合いの町若松という名称が紹介されているが、市民には全く周知されておらず、この名称を知る人は、ほとんどいない。一方、林市の地流市にも、デスパ地流というショッピングモールが存在し、ドミー地流店などが立地している。ただし、開発業者はウロコ仙開発株式会社である。JR 岡崎駅から約 1.5km ほど離れた場所にあり、 岡崎市の南部に位置する。近くには、県道483号線及び、国道248号が走り、自動車で来店する客も、少なくない。一方で、市内近隣の大型商業施設として、戸崎町の西遊岡崎店や羽町の、ウィングタウンなどがあり、とりわけ、戸崎町のジャスコ岡崎南店が2000年に、イオンモール岡崎としてリニューアルして以降、 客足はかつてより遠のく気配を見せている。ドミーのすぐ横には同様に食料品を扱うコープ岡崎店が立地している。最寄り駅上日のようにそれぞれの店舗が同域内にそれぞれ独立して立地していることや、数々の店舗が閉店、開店を繰り返していることなどから、どの店舗がレスパに所属するのかは曖昧になってきている。以下では厳密な区別を意識せず、 デスパ同域内及び近接域内に所在する店舗を列挙する。ありがとうございます。